どうもエンダーパールの皆さん、エンパ欲しすぎて狂っちゃったね。視聴者さんが、エンパに見えてくる、2.5 万エンダーパールありがとうございます。ご視聴の動画は正常ではありません。このチャンネルをまともだと思ってる人は、すでに洗脳済み、私に従え。怖いなこのチャンネル、そんなんだから最近伸び悩んでるんだぞ。それ地味に気にしてるからやめて、それでエンパが欲しい、そのためにドロップ増加が欲しい、そのために本が欲しい。ってことでエンド要塞を探したい。エンドに行ければエンパも無限だからな。ところでお前はなんだ、首が燃えてる。それ新時代の首のマッサージ。何がこれでリラックスするのか。ドロップ品はブレイズパウダー、ちょうど必要だったしありがたいんだけど、燃焼時間長すぎて普通に死ねる。耐えかないと今の敵はだいぶきつそうだな。いや待って、あまりにもあまりにもじゃない。マグマ入った時並みに燃えてるんだぜ。誰か消防車を呼んでー。おかしいか楽。マジで熱すぎ。燃え尽きる。燃え尽きたぜ。真っ白にな。まだ生きてるからやめて。30秒ぐらい燃えたな。マジで普通にヤバかったぜ。もうちょいブレイズロッド欲しいから探索してたけど、思いのほかメガ色々追加モブいるわね。今明らかに別方向を見てたような。カンビオン、ビッグマンにすら手を出すモブね。この辺は多分魔術モッドの敵っぽいな。そして後ろからバフォメットちゃん、どうせ当たらないからスルーでいいでしょとか言ってると、バフォメットの保護者が、お父さん、しかも3体。その呼び方はあまりにもキショイがすぎる。私とバフォメットちゃんは婚姻関係。登録者今回の動画で減りそう。この程度の発言はまだ序の口では。ただ普通にあの敵、炎継続時間えぐいから放置。ネザー来るなら対価は必須かもな。まあパウダーはそれなりに集まったし、とりあえず期間、まあ多分足りるはず。物欲センサーさんこいつです。おまわりさんみたいに呼ばないで。そしたらあとはエンダーアイを持って、エンド要塞探し、まずは本棚をメインで探す。それでエンチャして、ドロップ増加ついたら、あとはエンパ集めてエンドに行くだけだな。これでエンパ無限獲得、タイトルエンパを無限に入手する技、にしようかな。嘘はついてない、理論上無限だぜ。それで拠点近くの村を越えたあたり、改めて投げてみようか。まだあんまり移動してないはずなんだが、エンパが戻った、だいぶ近くにあったらしいな。それはだいぶラッキー、移動の手間が省ける。ってことでこの辺のはずなんだけど、マジで完全に村の真下、本当に近くて助かるぜ。エンパはウェイストーンの作成にも使う、本も結構使いそうだし、エンド要塞最高。雷鳴ではエスパイを達成した。どこにもエンド要塞見当たらないけど、若干判定がバグってるだけ、多分ここからさらに下に掘れば、ほら、しっかり廃坑に繋がったわよ。あれ、探してるものってなんだっけ？エンダーアイさん。なんかバグってない？なんならエンド要塞もここなかったしな。でもアイスパイは達成したし。よくわからん。これ一生エンド行けない説出てきた気が。さすがにそれはない。よね？エンダーアイで探すのは無理。作戦変更して。同じシード地のクリエ世界で探しに来た。ここから真下にあるってなってるな。これで要塞を確認して、座標をメモれば完璧。これで発見。さすがにこの要塞はあるでしょ。要塞がないと、エンド必須になったら積んじゃうからな。これで本棚、エンパも大量、最高だぜ。座標は X950、Z1100、そしたら元の世界に戻る。これでアイテム大量ゲットだぜー。ってことで元の世界で飛びながら向かってる場面、見たことないバイオームを発見したぜ。ソームクラフトの魔法の森、細かくはおいおい説明するけど、大気中の魔法エネルギーがめっちゃあるみたいな場所。あとはソームクラフトの木材も結構生えてるな。またいつか来ると思う。マーカーだけ設置。木の色とか草の色とか、明るくなってて綺麗だな。ただし引っ越しは面倒。拠点は今のまま。面倒だからとかいういつもの理由。ソームクラフトやるならここ拠点にするのもありだけど、まあここじゃなくてもなんとかなる。多分ダメだったらその時はその時がモットー。計画性？ないよそんなの。ってことでさっきと同じ場所に来た。ダンジョンがあるかないかだけで、バイオームも座標も完全に同じだな。これで今度こそエンド要塞、本もエンパもくれくれ。物欲センサーは世界の断りを凌駕する。Y15 まで掘っても要塞に繋がらない。マジでどうなってるの？多分だが、パート6でバージョンの壁作られた時に、生成がバグって、要塞の位置が変になったっぽいな。これもうエンド要塞探し不可能説。だいぶ積んでるかもしれないな。どうしようかと思って近く適当に彷徨ってたら、トロクエストの建物のない村発見。これなら本取ってもいいんじゃない？取っても襲ってくる衛兵がいないからな。ところでこの世界の目標は何だっけ？勇者だって人の家の壺と変わってるし、というか今、犯罪報告されたけど、される時とされない時があるっぽいかも。この村じゃどれだけ報告されてもノーダメだけどな。ブロック破壊で有効度ダウンをオフにしてる。聖地とかの時に有効度下がったら面倒だしってことでやってたんだけど、まさかここで役に立つとは。
それで今、見られなければいけたじゃん。これ拠点近くの村でも行ける説あるよね。確かに今犯罪報告されてないな。やっべ、王様が衛兵呼び出した。さすがにこの村でやるのは無理があったな。悪いのは私じゃない。ワールド生成のバグよ。自分で本棚を作る気は一切なし。あーこれまずいやつだね多分。思いっきりドアの外で出待ちされてるけど。罪を償え的なことめっちゃ言われてる。ただお前らは所詮モブ、勇者、主人公は私、主人公属性の前にひれ伏せ。さすがに衛兵殴ったら敵対されるぞ。殴りはしない。ただペガサス回収して魔法の鏡使うだけ。だいぶ強引に現状打破したな。本をありがとう。いつかクエストやって借りを返すよ。いや本を返せよ。それで強い剣作って、どうせならそれに延茶したいんだけど、なんかいい感じの威力のモッド剣ないかな？そんなあなたにおすすめなのが、攻撃力40のアルティメットブレード。いい感じというかさすがに OP、作るにはウラニウムとチタニウムが必要。ブラマイでだいぶ集まってるから、正直作れるぞ。さすがにこれは強すぎる気が、とりあえず試しに素材用意だけしてみようか。それで精錬してたら夜になった。レベルが今13。これじゃ延茶できないしレベル上げやせん。思いっきりやせんするのはなんだかんだ初めてか。まずはゴースト。お前のエクトプラズムが大事。夜にする儀式があるからね。ドロップ増加ゲットしたら儀式で夜にしまくる。これが本当の昼夜逆転だな。世界の昼夜を入れ替える。ただ草原、地味にやせんの難易度が高くて、その理由がミノタウロス。あいつの弓持ちが普通に強い。だいぶエイムもいいし、距離取っても当ててくるしで強敵だぜ。死んだらレベルが下がるから許されない。そういう時のための結界魔法。前に作った物理結界、こいつかなり優秀だな。野戦に備えて、何個かこの辺に作っておいてもいいかもね。あとはボス戦とかでもマジで使ってみたい。それで精錬できた。防具がこれで作れる。さっきの剣は攻撃40とかエグかったが、この防具はダイヤより防御力がちょっと高い程度か？バランス崩壊もしない程度でちょうどいい？ってこの時は思ってたんだけど、撮影時は気づいてなかっただけで、この防具は作ったら自動で延茶がついて。おいおいおい、これさすがに OP だろ。耐性が信じられないぐらい付いてるんだけど。ちなみにこれに気づくのは次回。さすがに強すぎ。オアースポーンの世界以外では縛るかも。まあとりあえず今回はもうどうしようもない。まさかデフォで延茶つくとは思わなかった。見た目がこんな感じ。なんというかモザイク？見せられない見た目してるかもな。まあ別モッドの敵には使わないけど、オアスポーンの敵にはこれ使っていくかな？まあ様子見ながら使っていくのが正解だな。そしたら防具できたしまた野戦。レベルは27。今回で30はいきそうな感じだぜ。前確認し忘れてたけどしっかり ME も使ってる。とはいえ回復早いし、あんま気にしなくてもいいかも。ってことでそろそろレベル30に行きそうな場面。またレベル30目前で死んだりしないようにな。旧世界村から引きずってる呪いが、とはいえ今回はさすがに問題なさそう。そう思ってる時に限ってフラグ乱立してなんとか死なせようとしないで。ただとはいえグリモア、レベル3の敵も普通に湧くから、割とマジでそういう事件も起きかねない。物欲センサー系実況者さん期待されてますよ。そんな最低な肩書きはいらん。必要なのは経験値だけ。このチャンネル唯一の面白い点が、みんな物欲センサーだけ見に来てるの？お前の物欲センサーがなくなったら、登録者2万人減って5000人になるぞ。登録者2万、5000人ありがとうございます。魔球のような感謝の伝え方。レベルはあるさすがにダイヤ剣に延茶するけど、ドロップ増加来い、来い来い来い。確定してるのはノックバック2だな。うおお、ドロップ増加、エンダーパー、あー。うるさ言語喪失したか？いやというか普通に強い剣来たかも。珍しく一発で大当たりエンチャント引いたな。これでインパを集め放題、あとは野戦しまくるだけ。ただし裏作業のモチベは？最近タルコフが楽しすぎて困る。まあとりあえず今回はこのあたりで、やっとこれでインパが大量に集まりそう。マジで最近ずっとインパ探しばっかしてたからな。次回、まさかのボス戦、勇者への第一歩。永遠に第一歩踏んでるな。それではご視聴ありがとうございました。